皆さんこんにちは。今日は神奈川県横浜にやってきました。みなとみらいエリアですね。ちょうどこの前横浜中央卸売市場の動画出したんですけど、その後歩いてこのみなとみらい付近までやってきました。この辺は新たに開発されてすごく新しいビルがたくさんあります。その中の一つ、京急と書かれたビルがあるんですよね。これは電車の京急本社、京急グループ本社ということになります。こちら立派なビルですよね。実際に行って見てみるとすごく立派な新しい建物だなということがわかると思います。その1階にはなんと一般の人が無料で入ることのできる京急ミュージアムというミュージアムがあるんですね。これは嬉しいですよね。私が行った時もご家族の方が非常に多くいらっしゃいました。京急ミュージアムに入って一番最初に飛び込んでくるのはこちらの車両。普段では見えないような下の場所まで見ることができます。京急のヒストリーを語る上で外せないということで、よく書いてあったのが線路の幅だそうなんですね。線路の幅を広く取る、新幹線とかでも取るような広さ、こちらを最初に導入した私鉄が京急になるというふうに書いてありました。そうなんだなと思いましたね。確かに、ちっちゃい鉄道であればその分幅狭くていいので、幅が狭い分土地もいらないですし、お金がかからなかったりするのかなと思うんですけれども、世界的に標準とされている幅を取ったというところにね、一瞬誇りがあるのかなと思いました。こちらはちょっと古い車両ですね。懐かしいなという方もいらっしゃるんですかね。京急の前身というのは大師電気鉄道といいます。現在も川崎大師には駅があるんですよね。川崎大師駅というのがあるんですけれども、その駅までが最初の営業線でした。京急はもともと大師電気鉄道として川崎から川崎大師までの鉄道輸送というところにルーツがあるんですね。中に掲げられている広告もちょっとね、古めのやつから2020年の駅名変更の広告まであります。こういうのも嬉しいですね。名前変わってたんですね。京急ミュージアムも2020年にオープンしました。2020年の1月ですから、コロナの真っただ中に入っていく時でしたね。そういったこともあって、ミュージアム入場制限とか、事前予約制とかが結構がっちりあったんですけれども、最近もう完全に予約なしで入れるようになりました。ただ時間制ではあるので1日3回ぐらいこう入れ替えでやっているんですよね。なのでその時間には出なきゃいけないということになっています。最初は川崎大師までの輸送でしたが、後に横浜と東京を結ぶということで京浜電気鉄道という名前に変わりました。京浜ね、東京と横浜の文字から取っているんだと思います。その後京急という名前になっていきました。今ある京急蒲田とかね、そういう駅の名前はもともと京浜蒲田っていう名前だったそうですよ。京浜なんとかという駅名だったのが京急なんとかっていう駅名に今は統一されていますよね。京急グッズが売られているショップもあります。ガチャガチャもあります。これはファンの方にはたまらないんじゃないでしょうか。鉄道ファンの方以外にもファミリー層の方にも大人気のようでした。この日は特にファミリーの方、小さなお子様多かったように思います。ホームを再現されているのも嬉しいですね。こんな感じだったのかなと思います。駅の名前はなんと昔の名前、京浜蒲田というふうに、ね、書いてあります。こういったところも、ね、懐かしまれる方もいらっしゃるのかなと思います。そしてもう一つ目玉はこのジオラマではないでしょうか。実際になんと電車が動いていますね。これはすごいと思います。品川駅見覚えあると思いますが、その駅舎が完全に再現されていて、こちらは階層がありますということで蒲田ですかね、京急蒲田駅を再現されています。
京急の主要駅周辺がこうしてジオラマで再現されているんですね。いや、これはちょっと見応えがあります。これ見てるだけでも結構ね、じっくりと眺められる、そんな施設じゃないでしょうか。しかもこのジオラマの中を走っている電車は操作、実際の操作できてしまうということなんですよね。体験もできます。お、ここはみなとみらいですね。横浜周辺、ランドマークタワーや観覧車があります。沿線に住まわれている方は思わず笑顔になってしまうような、知ってる場所だというのがたくさん出てくる場所なんじゃないかなと思いますよ。体験料100円で、実際に使われていた車両の運転台で操作することができるんですね。これはすごいと思います。実際の電車の運転台座ることっていうのはなかなかないですからね。そしてジオラマの中を電車走らせることができると、私も並んでみることにしました。ちょうど私が並んだ後に締め切りということになっていたので、もう危なかったなと思いました。入場料は無料なので、本当に100円のみで実際にこの運転をすることができます。踏切もありますね。京急ミュージアム、この敷地の中に鉄道の魅力がたっぷり詰まっています。さあ、私の番がやってきました。お子様が順々にやっている感じだったので、私がやっていいのかなっていう、ちょっと遠慮しようかなという気持ちもあったんですが、せっかく来たのでやってみることにしました。画面に100円玉を投入してくださいと出たら始まる時です。このタイミングで100円玉を入れます。そうするとカウントダウンが始まります。実際に運転ができるようです。おー、ワクワクしますね。電車の先頭の映像も見られるようです。これが実際の運転される席なんですね。こんなレバーで動かすみたいです。ちょっと私、実際の運転っていうのは体験シミュレーター含めて初めてかもしれないです。ちょっとドキドキですね。今私が操縦しているということになります。駅がやってきたのでブレーキをかけましたが、ちょっと過ぎてしまいましたね。難しいですね。電車でGOのようなゲームでも止まるの難しかった印象があります。ちょっと早めにブレーキをかけてみました。どうでしょう。あー、途中で止まっちゃいましたね。難しいです。スピードが出てなければすぐ止まるような感じなんですね。じゃあ次回はちょっともうちょっと気をつけてやってみましょう。スピードメーター見ていきます。20キロ、40キロぐらいですね。じゃあ駅はジオラマなので結構近めにやってきますから止めてみましょう。お、これはぴったりじゃないですか。ホームの橋だけがね見えるという感じになっております。ですぐまた駅がやってきました。これは早すぎましたね。ちょっとこういったゲーム性もある感じになっているようです。さあ、時間が終わってしまいました。体験が終了です。元の位置に戻して席を立ちたいと思います。もう電車の形になっています。これも可愛いですね。ケイキュンというマスコットキャラクターがいます。こちらの自動販売機はオリジナル記念写真が撮れるということになっています。これもならではかもしれませんね。普通の自動販売機ではなく、プラスワンのちょっとね、面白いことがあるということになっています。こちらでは体験、じゃあ小学校以下のお子様対象みたいな感じだったので、マイ車両工場、楽しいですよね。たまりません。私も本当はやりたかったんですけどね、対象年齢以上ですので遠慮しておきました。さらには京急バスもありますよね。バスの運転のシミュレーターもあるみたいです。これもやってみたいなと思います。こちらはおそらく大人の方でもできると思いますので、なんと実際の映像ですね、外の映像を見ながら運転できるんですね。こちらも並べば先ほどの運転体験と同じようにできるようです。私はちょっともうそろそろ終わりの時間というところで来てしまったので、今回はお預けですね。また次回体験してみたいと思います。バス停があります。いいですね。バスのシミュレーター、電車だけじゃないんですね。またこのバスがなかなかリアリティがありますよね。すごいです。バスネットワークというふうになっていて、この書いてある看板も実際の京急の
駅名と同じような看板を使っています。嬉しいですね。さらにこれ電車、いやーこれもリアルですね。たまりません。やってみたいなと思います。私も当然事前にネット予約しようと思っていたんですが、私が見た時にはすでにね、もう埋まっておりましたので、また次回の機会にしたいと思います。さあ今回はみなとみらいや新高島駅、横浜駅からも近い場所にあります KQ グループ本社1階にあります KQ ミュージアム行ってみました。いかがでしたか？この動画はここまで。他にもおすすめのミュージアムや横浜周辺の施設などありましたら、ぜひぜひコメントなどで教えてください。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。